トナキ村中央部トナキ村は、沖縄県の島尻郡に属する村である。那覇市の北西約 60km、久米島、ケラマ諸島、アグニ島のほぼ中間に位置する、有人島のトナキ島と無人島のイリサ島の2島から、なる。面積は3.74平方キロメートルで、沖縄県最小、かつ、日本で2番目に小さい自治体である。村内の多くの地域には、字がなく、村内の、 全住所が郵便番号901-3601に属し、都内村の次に番地が続く。集落は西区、東区、南区の3地区に分けられている。98%の住民が地のない地域で暮らし、存在する地としては、属外、西金久、西の底がある。地がない理由は不明だが国土地理院は地を設定する必要がなかったからではないかと推測している。 西区は、都那機港、村役場、漁協のある村の中心地で、東区には、老人福祉センター、図書館、民族資料館があり、南区は、餅木部や、人参の畑が広がる工作地が大半を占める。商店や民宿は、集落内に数軒あるが、商店には、看板が出ておらず地図で確認しないと位置がわかりにくい。金融機関は、郵便局と漁協のみである。 沖縄本島ではあまり見られなくなった伝統的な赤瓦の家屋が比較的多く残っており、島の集落全体が重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。集落には赤瓦の家屋、福木の屋敷森、石垣などを特色とする歴史的景観が良好に保持されている。これらの家屋は、風除けのため塀に囲われた敷地を掘り下げて、 屋根を道路とほぼ同じ高さにする工夫をした、掘り下げ屋敷と呼ばれる、となき島に固有の特徴を備えているが、近年ではコンクリート製家屋への建て替えや人口の減少による廃屋の増加が進んでいる。ことから村では条例により、集落の景観保存を図っている。八重山諸島の竹富島も同様に伝統的家屋が多いが、観光地化された竹富島とは異なり、 ごく普通の生活が息づいているのが、トナキの特徴である。村内の道路は、港の周辺を除いてほとんど舗装されておらず、道幅も狭いことから集落内の移動には、自動車よりも、徒歩や自転車が適している。トナキ島の北西にある、入り砂島は、NHK の連続テレビ小説ドラマ、チュラさんのオープニング背景に使われたが、島一帯は、米軍の射撃練習場となっており、 一般人は立ち入ることができない。都内島といる砂島日本郵政グループ都内村の郵便番号は901から 36XX となっている。夜の村道1号線空港は存在せず、公共交通機関による島外との往来は、船舶が唯一の手段である。島内に路線バスやタクシーは存在しないが、自動車や自転車の貸し出しが行われている。 都ナキ港毎日午前中に久米商船が運航する那覇、白港と久米島、金臼港を結ぶ那覇行きと久米島行きの便がそれぞれ1回ずつ経由地として寄港する。また4月から10月の金曜に限り那覇行きは午後にも1便が寄港する。当季は海が荒れやすく数日続けて欠航となることもあるので注意が必要である。観光地としての開発は ほとんどなく、最大の観光資源は、手つかずで残った自然と、伝統的な家並みとも言われる。交通の不便さから、観光客が少なく、宿、土産品として、島内で栽培された餅木びや手作りの菓子や、漬物類がある。船の発着時間になると、ターミナルに長机を並べて販売される。ありがとうございます。